お世話になっております、マサールです。今回は DNS キャッシュポイズニングについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず DNS キャッシュポイズニングの流れについてお話しします。その後に DNS キャッシュポイズニングの対策についてお話しします。それでは始めていきましょう。DNS キャッシュポイズニングは、キャッシュ DNS サーバーに偽の情報を登録することで偽のサイトに誘導する攻撃のことを言います。流れで見ていきましょう。攻撃者は偽の情報として登録したいホスト名の名前解決をキャッシュ DNS サーバーに行います。キャッシュ DNS サーバーは該当の情報を保持していない場合、コンテンツ DNS サーバーに問い合わせを行います。攻撃者は正規のコンテンツ DNS サーバーが応答するよりも早く偽の情報を応答することで、キャッシュ DNS サーバーに偽の情報をキャッシュさせることができます。 DNS は先に応答した情報を信じるという仕様を悪用した攻撃ですね。とは言ってもそう簡単にキャッシュ DNS サーバーは偽の情報を信じるわけではありません。キャッシュ DNS サーバーは問い合わせをしたときにトランザクション ID とポート番号によって応答の信頼性を検証しています。つまりキャッシュ DNS サーバーが使ったトランザクション ID とポート番号が一致していて、なおかつ正規のコンテンツ DNS サーバーよりも先に応答を送ることができたら、攻撃者の攻撃が成功するということになっています。次に DNS キャッシュポイズニングを防ぐための対策についてお話しします。まず最初にオープンリゾルバにしないことが対策になります。オープンリゾルバとは、不特定多数の外部からの要求を受け付ける状態のキャッシュ DNS サーバーのことを言います。不特定多数の人が利用できるということは、攻撃者の攻撃機会を増やすことになってしまいます。次にキャッシュ DNS サーバーが問い合わせに利用するポート番号をランダムにするというのが対策になります。先ほどお伝えしたように、キャッシュ DNS サーバーは要求に対しての応答をトランザクション ID とポート番号を用いて検証します。もしポート番号が固定になってしまっていると、トランザクション ID だけで正規の応答であるかを判断することになるので、攻撃が成功しやすくなります。トランザクション ID はバリエーションがそんなに多くないので、攻撃が成功しやすくなってしまうということですね。トランザクション ID とポート番号の両方を使って正規の応答であるかを判断するようにすれば、攻撃が成功する可能性を下げることができます。また、キャッシュの時間を長くするのも対策の一つとして挙げられます。キャッシュ DNS サーバーに情報が記録されていない場合に、コンテンツ DNS サーバーに問い合わせを行うので、キャッシュ DNS サーバーに記録されている時間を長くすれば、問い合わせすることがなくなります。その分、攻撃される危険性を下げることができるということですね。なお、キャッシュ DNS サーバーは、レコードという単位で情報を管理しています。各レコードには、有効期限、TTL が設定されています。今回の例は、86,400秒。つまり24時間はこの情報をキャッシュしているということになります。キャッシュしている時間内はコンテンツ DNS サーバーに問い合わせを行わずに自分が持っている情報を応答するので、 DNS キャッシュポイズニングの危険を下げることができるということですね。とは言ってもキャッシュ時間を長くしすぎてしまうと、サーバーの IP アドレスの変更などがあった時にトラブルになってしまう可能性があるので、長くすればよいというわけではないのでご注意ください。以上、今回は DNS キャッシュポイズニングについてお話しました。最後に少しだけお知らせです。情報処理安全確保支援書をテーマにした本、動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日、全国書店にて販売されます。もちろん、通販、電子書籍もございますので、詳しくは概要欄をご覧ください。こうやって書籍化の報告ができるのも、動画を見てくださっている視聴者の皆様のおかげです。本当にありがとうございます。これからも頑張って皆さんのお役に立てる動画を作っていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。最後におまけトークです。今回は DNS キャッシュポイズニング勉強したんですけども、対策いくつか紹介しました。ただ最近利用されている新しい対策 DOH についても少しご紹介します。 DNS は UDP を利用するので攻撃者に狙われやすいんですけれども、 TCP を利用してさらにウェブサイトの通信に利用される HTTPS を利用すれば安全に DNS の通信をできるという技術ですね。この技術は Google のパブリック DNS などですでに採用されています。パブリック DNS はインターネットを経由していろいろやり取りをするので攻撃を受けやすいので、このような対策がすでに行われているということです。
現在は Google の Chrome、Microsoft の Edge など主要なウェブブラウザはすべてこの DOH に対応しています。 DOH ももしかしたら近々出題されるかもしれませんね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。